にゃです。なんか最近 YouTube でね、私結構顎とかいろんなとこいじられるわけよ。でみんなあんまりちょっと認知してないかもしんないけど、一応グラビアもやってるわけね。 G カップなんですよ。 G カップっていうと ABCDEFG って、まあ巨乳の部類になると思うんですね。その巨乳に関していろいろ思いというか、巨乳あるある的なね、女子が共感するようなこともいっぱいあると思うんです。だから今日はその巨乳あるあるを何個か上げていこうかなと思います。まず1つ目、机があるとおっぱいを置きがち。わかります、この乗ってる感じ。ちょうどいいんだよ、フィットするんだよ。なんかこの机の何、座った時にすっごい楽なの。これ乗ってます、乗ってます、すごい楽。これはね結構共感する人多いと思います。2つ目、このブラの線っていうの、すっごい汗かく、たまる。もうこれ谷間とかやばい、ライブ後とか汗拭く時一回ここタオル通すもん、こうやってぐらい汗かくんですよ。だからもう全然綺麗なもんじゃないよ、もうすっごい汗ここ溜まってる、もう汗でキラキラしてる。次、これマジで言いたい、巨乳の人は乳輪でかいって言われがち。これはマジで個人差あるから、まあ大きい人大きいかもしれないけど、ちっちゃい人はちっちゃいし、巨乳がでかいみたいな、そういう何、勝手な固定概念みたいなのやめてほしい。ちなみに私はもう超ピンクで超綺麗、本当にマジで自分で言うのもあれだけど、メンバーのお墨付きです、こんな本当に。あとね、 T シャツとか着てるとエロい目で見られがち。ただ T シャツ着てるだけよ、なのになんかうわおっぱいちょっと揺れてるとか、ただの T シャツよ、なのになんかそういうエロいもの着てるみたいな感じで見られるのはちょっとね、まあ、悩みというか、まあでも私は今そういうグラビアとかそういうお仕事してるから見てくださいって感じなんですけども、世の中街とか歩いてたらもしかしたらそういう風に思ってる女性はいるかもしれないですよね。であともう悩みとしては、私今となって本当に巨乳っていうかグラビア特技じゃないけどこうなってるけど、小学校の頃から私はこのままおデブだったわけですね。だから超悩んでて、胸が大きいこととか言われるわけよ、男子からも女子からも、なんかあいつ胸でけえみたいな。 50m 走とか走るじゃん、学校の時で、ゴール地点に男子が待ってんの、体操服でこう走るからめっちゃ揺れるわけね。それがすっごい嫌で超悩んでたの。だから気づいたら私もう猫背で胸を隠すようになってんの、こうやってずっとこういう状態、歩く時ももうおっぱいを隠すように、姿勢も悪くなっちゃうし、本当に超悩んでた。あとね、喋ってる時に谷間見られがち。谷間バレてないと思ってるでしょ、世の中の男性諸君。よーく耳かっぽじってよーく聞いとけよ、バレないと思ってるけど全部バレてるからな。